やっとだよ。頑張った、ここまで頑張った。皆様お待たせしました。ようやくなつきちゃんのムフフタイム。ここで一気にドバーッと大放出といきたいところですが、ちょっと待って、終わっちゃったよこれ。さあこれ勝てばセット数が続くのかな。赤文字また赤嘘だ、赤だったじゃん、嘘でしょ。おいおい、なんだこれ。下の目よ。え、嘘でしょ、嘘でしょ。お疲れ様です。嘘でしょ。おい、天井まで頑張って。二度と打たねえよ俺。ヨタクさん慰めて。コイン欲しいですか。いい、私持ってるんですよ。コインを。コイン欲しいですか。うん、どうやんの。こここれ取ってください。これいや、コインくれるっていうから。あ、中に入ってるんだ。セーフ？セーフ？セーフだろ？101枚だよ。101枚だよ。俺天井行って。手玉的にはこれだけど、今のはこれでしょ。もう一回くらい出たいね。うん、ファースト破ってる場合じゃないよね。ね、間違いない。俺意外とこういうの食らうと悔しくてまた打っちゃったりするんですよ。逆に初打ちでなんかうまくいったりすると、俺いい思い出のまま宝箱にしまいたいってもう二度と打たないんですよ。まあ損してんすよね俺人生。先ほどの最後を外しコインを飲まれ始めたナルセ。チャンス役だ、チャンス役だ。鬼ヶ島頑張ろ。分かんない、あれ当てられたら抜かされる可能性全然あるよ。チャンス役ってどうやったら引けるの。揺れてる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 。さあこれ早いとこで当てれば全然チャンスあるぞ。ナルセに打つチャンスあるぞ。さあ次回の月スポは戦国コレクション2の後半戦。またもナルセが見せる。何か当たる。何が当たる。何が当たるよ。あの女の子は魚拓さんのことキモいと思ってます。朝一天井まで連れて行かれて単発だった魚拓は一発逆転、起死回生なるか。お楽しみに。